こんにちは、4Lです。また雪が降ってますね。なんか寒い。地球の温暖化がどこ行ってしまったんだろうってね、感じです。で、今回なんですけども、こう雪が降ってる中ね、ハリスいるじゃないですか。私がハリスホークを飼い始めた頃に、ハリスホークって中南米の鳥なんですよね。暖かいところにいる鳥なので、日本のように雪が降る、環境の中では凍死してしまうんじゃないかとかね、足に凍傷ができて足を悪くしちゃうんじゃないかとかね、いろいろとお話というかね、聞きました。で、日本のような雪が降るような寒いところはね、こう中南米の暖かいところで暮らしている鳥ではなくて、まあ、日本古来のね、オオタカみたいなね、寒さに強いというイメージのある猛禽類を飼育した方がいいですよってね、いう話を昔はよく聞きました。で、私うちもね、20年ぐらいハリスホークいるんですけども、で、屋外飼育なんですよね。なんとかね、大丈夫だと私は思うんですけどね。ただね、うちもそのマイナス10度以下になるようなすごい極寒の地域じゃないので、まあ、本当にごく稀に雪が降る程度なんですね。なので、そう、北海道とか日本海側とかでね、本当に寒いところで冬に屋外飼育していいかどうかは私も分かりませんけども、まあ、太平洋に面しているような地域であれば、多分ね、うちと同じような形で屋外飼育ね、数年屋外飼育をしても大丈夫なんじゃないかなと思います。アリちゃん、アリ、アリこっち、アリ、アリこっち、アリ、アリこっち、アリ、アリ。